ました。合同部屋市長、土屋洋一です。よろしくお願いいたします。今日は第8回のですね、ラロヤ登壇競争、制定に恵まれまして、開催されまして、誠におめでとうございます。本日、実行委員長、松本大様、はじめですね、役員の皆様、そしてさらにですね、スタッフの皆様、特に地元村のスポーツ推進協議会の皆様をはじめですね、多くの皆様の心合わせによりまして、主催していただいておりまして、本当にありがとうございます。そして、本日は全国各地からよりですね、約500人を上回る方、また明日は300人と上回る方とお聞きしております。ようこそ上田にお越しいただきまして、大変ありがたいと思ってます。第8回目を迎えるわけでございますが、このカラオヤマはですね、上田市民の山の、市民の山の一つでございます。大変ですね、親しまれている山でございます。どうかですね、この素晴らしい5月3日の日をですね、多くの皆様と満喫していただくことを心から期待しております。そして、カラオヤマ頂上に登りましたら、大きな声でですね、上田市の景色に向かってですね、大きな声で叫んでいただくことをありがとうと思っています。また素晴らしいこの設定をしていただいたことを心から感謝申し上げます。どうかですね、皆さんと共に素晴らしい登山競争になることを心から期待しております。どうに大いに楽しんでください。どうもありがとうございます。おめでとうございます。皆さんおはようございます。信州上田へようこそ。大星神社へようこそ。カラオヤマへようこそ。全国からね、今日は本当に集まっていただきまして本当にありがとうございます。では私から、簡単に競技説明をしたいと思いますので、集まらなくてもねいいですので声だけ聞いていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。まず、この、ね、スカイランニングは登山の、一つですので何よりも大事なことは無事下山することでございます。しっかり準備運動を、するようにお願いします。そして無理のないペースで登るようにしましょう。2つ目です、必要な、装備があります。まずは、ジャケットですね。皆さん必定装備ですので必ず、羽織るかもしくは、ポッケに入れたり腰にしまったりして、携帯するようによろしくお願いします。携帯紋章にならないように、のためのね、装備になります。また、今回コロナ禍ですのでマスクの方、ご持参するようによろしくお願いします。スタートエリア内に入りましたらマスク取っていただいていいですけど、いいですが、山頂でゴールした後ですね、登山者の方とすれ違ったりした場合ですね、マスクの着用の方よろしくお願いします。レース中はマスクもちろん外していいですが、ゴール後息が整ったらマスクをして、それで、マスクをしながら下山を、ね、するようによろしくお願いいたします。3つ目です。コロナ禍ですので、密にならないように、身体的な距離の方を、取るようにお願いします。また、大声での応援は控えていただいて、なるべく音をね、鳴り物とかですね、あと拍手をするような応援をよろしくお願いいたします。4つ目です。コースの目印ですけども、ピンク色のテープが、コースの目印です。地面にコスプスプスプス刺さっている、ね、ピンク色のテープがありますので、そのテープがですね、見えなく、1分進んでも見えなかったら、それはコースロストになりますので、元来た部長に、ね、戻るようにお願いします。まあ、迷うことはほとんどないと思いますけれども、最強を目指してとにかく今日は登ってください。ピンク色のテープがコースの目印になっております。競技説明の方、私から以上になります。では、皆さん、自分の日頃の練習の成果を十分に出して、頑張ってください。よろしくお願いします。
れ頑張れ、いけ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 、もう一人だ、通ります。よりも一回下り切ってからの上りが本当にきつくてなかなか粘れなかったです。はい、きつかったです。初の5キロのレースだったので、手使って登るとこが一番きつくて、もう死にそうになりました。とっても疲れて、すごく、頑張ったと達成感がありました。頑張った。登ったぞー。ゴール。イエーイ。心を燃やせ。ハロー山は登山競争。入賞者表彰。
皆さん本当に一日ありがとうございました。また無駄に来てください。ありがとうございました。